タライフウェルネス教材2食、食私たちの体は日々食べるものから作られています栄養素にはそれぞれ役割がありますどれか欠けたり量が足りなかったりするとうまく働くことができません体を作るタンパク質エネルギーになる炭水化物 調子を整えるビタミンやミネラルなどをバランスよく様々な食材から摂りましょう。特にタンパク質やビタミン、ミネラルは体内に貯められないので、意識して摂ることが大切です。何を食べるか迷ったときは、バランスの取りやすい和食がおすすめです。野菜や海藻をたくさん使った汁物や副菜を選びましょう。 不足しがちな野菜は1日に 350g、両手のひらに乗る量が目安です。食事を楽しみ、栄養をしっかり吸収するために、お口の機能は大切です。しっかり噛むこと、毎日歯磨きすること、定期的な歯科検診でお口のケアを欠かさないようにしましょう。入れ歯や技師でもよく噛めるように調整してもらいましょう。